びしてみよう。今鳴ったのはどんなのが鳴ってたんだろうかなという話です。今最初に弾いたのはこれですから、 F のコード、ドとファとラが鳴ってる。これはあの F のコード、基本形がファラド、ドの音を下に持っていってこうなってます。これ F のコードだってことが分かればまず F が書けます。で、これは B フラットのコード、基本形が C フラット、レ、ファ、その C フラット上に追ってくる。そうすればまあつながりやすいね。次は C のこと、これは C のことね、C のこと、ミ、ソ、ド、ドは下にやると基本形で、上にこっち持ってくる。それからこれ行ったり来たり。ここまで分かれば F、 B フラット、わかります。で、これを音符に書くというのは結構手間のかかること、時間のかかること、バーッと書くわけにはいかない。でコードネームを書いたりしていくわけですが、ここで耳コピーしようと思った時に最初から音符に全部書いちゃおうっていうのは一般の人にはできません。モーツァルトならやったでしょう。でも簡単な方法があります。コードを書いたりリズムを書いたり、そのコードはどんな上の音で作られているかということを書き取ればいいわけです。では次のビデオに進んでください。これでもうは、だいたいどんなものであるかということが分かったのですが、いきなり楽譜に直す前に自分でどんな音楽かが思い出せるように、このように図式に書いてみようということです。まず分かったことは F が使われていました。それから B フラットが使われていました。 C が使われていました。これが主なコードです。そしてまず F が使われたので F と書きましょう。 F2 回やった。次は B フラット、それから C、 次は B フラット C、 それまた戻ります。進行は書けるだろうということで、次に書くこと、スラッシュがあって C、 次もスラッシュがあって D、 スラッシュがあって E というふうに書いてありますが、これはどういうことかというと F コードを C の上、この C、 スラッシュの下の C、 C の上で F コードが鳴っている。次はスラッシュがあって D、スラッシュがあって D は D の上で今度 B フラット大きい G、 B フラットになってる。 E が書いてあって C、 E の上で C コードがなってるという具合に、このスラッシュの下はそのコードのどの音の上にこのコードがなってるか、 F、 F、 F と書いてスラッシュ E と書いてあったら、C の音の上にやっているというふうに読みます。でこういうふうに書いていけばいい。音符に書くっていうのは結構骨が折れるんで、こういう具合に書けばいい。次にこれリズムは分かんなかったらどうにもならないんですけど、リズムこれ覚えるしかありません。で、はじめ一小節目はタン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 、ここまでだよね。二
小節目の1、2拍目がタンタン、3拍目がタンタタン、4拍目がタンだね。だから2小節目はタンタンタンタタン、これにこのコードを乗せてやれば、同じだ。Cf が C の音の上にあって、ほら、ここはね、B フラット、B フラット、それからこれは B のコード。これ弾きます。これが半音階的に全部ずれて、半音階的にずれて C に入るということですね。最後ちょっと難しいけど、こういう音ね。これは Em のコード。あ、これ Em じゃない。ごめん。Am。これ Am ですね。Am のコード。Am のコードに、プラス3、Am に、これにプラス3っていうのは、Am、ラ、ド、ミ、これ Am、それに C の音から始まる Am、こうなってプラス3だから、このキャラクターから3つ、1、2、3、それにプラスだからこれ、こういう音、これ Am ね、間違えてごめんなさい。ということで、このようになると。これを見ながらあとは弾けばいいね。とかなれば、タラタタラタタタタとか、なんか適当にこう歌が始まるでしょ。ということです。わかりました。